しくお願いします。こちらご案内いたします。はい、志保さんこちらにおかけください、はい、本日担当させていただきます、はい、太田です。改めてよろしくお願いいたします。まずですね、今日ムードボードというのをまずご覧いただいて、志保さんがイメージされているベッドルームの雰囲気が、はい、私が理解正しくしているかというのをちょっとフィードバックをください、はい、でその次にフロアプランでベッドルームを上からを見ていただく、それから 3D で横からいろいろな角度で、はい、見ていただきます。で次に、ベランダ、これはリビングルームの方ですね、はい、あちらも、リビングの方から、お部屋の中から見た場合と、それから実際には見れませんが外から見た場合っていうので、はい、ちょっといろんな角度でご確認いただいて、はい、でちょっと違うなっていうところがあれば、うん、配置などをパソコンで調整しながら、はい、で最後に、商品のこちらにもご用意しているんですが、素材を実際に確かめていただいて、はい、実物もご覧いただいて、うん、で商品を決定っていう流れで進めたいと思います、はい、こちらがムードボードで、志保さんのベッドルームをイメージしたものです、はい、アースカラーをメインでコーディネートしてるんですけれど、はい、ヒアリングした際に自然を感じたい、グリーンと、ね、モダンな感じが好きです、はい、そうですよね、うん、あんまりグリーングリーンでほっこりしない方がいいので、うん、ちょっとシャープに、はい、かっこいい大人の素材とか色合いは混ぜたいんですけど、素敵です、はい、バルコニーに植物もたくさん、もうジャングルみたいにバッと置いて、うん、これ実際ありますもんね。あります、はい、あと素材は素材も選べます、はい、レザーにしたりとか肌触りがお好きなものをぜひ選んでください、はい、パソコンに行く前に、はい、ちょっとこちらでもお見せしたいんですが、実際にはこの壁があってこの角度でご覧になることないですけど、うん、はい、すごい素敵、広く見えますよね。見えますでも、見えます。でワンちゃんも一緒にここで寝たりとか、はい、あ、そうです、そうです、できてます。これが起きたかはい、絶対素敵です。本当ホテルライクな感じになると思います。あ、はい、で、まあ、これ今のベッドの向きと同じレイアウトなんですけど、はい、バルコニー側を向くっていう、こちら側がヘッドボードで向こうを向いたような配置もサイズ的には可能なので、うん、ちょっとパソコンでご覧になりますか。はい、ただそちらにしなかったのはちょっと狭く見えるかなっていうのがありまして、はい、ちょっと一旦ぐるっと回してみますが、はい、実際に置いてからベッドをよいしょって回すのはね、とっても大変なので難しい、はい、今ここでもう確認しておきましょう。こんな感じでちょっと入り口からの動線がやっぱり、うん、ベンチを置くと、まあ、狭く見えるかなっていう感じがします。そうですね、うん、そうですね。でもこれ実際動かしたら本当に大変だから、うん、こうやって見れたらすごいイメージできますね、うん、よかったです、ご確認いただけて納得していただいた方がいいので、なんかお家でね、はい、なんかここに来て見るのとお家に帰って見てサイズがやっぱり違うっていうのがよくあるけど、そうですね、はい、こうやって一個一個確認できると安心ですよね、うん、はい、本当に失敗なく、うん、はい、選んでいただけます。じゃあ一緒にベッドを実際ご覧になりましょうか。はい、では実際にベッドをご覧になってください、はい、もうぜひ見るだけじゃなくて座っていただいて、あ、こんな感じかっていうのをお試しください。 でも、ま、マットは違いますね。そうですね、これですね、はい、お手持ちのものになりますが、その下がすのこ状になっていて、はい、ちょっと失礼します、ただ乗っけてるだけです、こんな感じです。はい、なるほど。今これベッドよりベンチが大きいですけど、はい、実際には志保さんの、はい、ま、ベッドと同じです。あ、すごい素敵、はい、ヘッドボードがちょっとこう耳みたいに曲がっているので囲まれている感じですごく落ち着くらしいです、はい、はい、でもすごい形もめちゃくちゃいいですね、綺麗ですよね、うん、でも素材はいろいろ見れますね、はい、はい、お選びいただけます、色も素材もいろいろ見たいです、はい、こちらのナイトスタンド通常は、うん、ソファーのサイドとかに置くテーブルなんですけど、はい、シムさんだとあちらの低いタイプよりこちらの方がお部屋の、ね、好き、うん、奥よりこっちの方がすごい好きです、ね、絶対そうだと思います、うん、こちらにしました。天板が大理石なんですけど、はい、触ってご覧になりますか。あ、はい、あ、これ大理石なんですか。そうなんです。 あとこれもすごい素敵ですね。はい、かわいいです。この組み合わせがめちゃくちゃいい。ちゃんと色々ここ、はい、雑誌が入れられたり、そうですね、大事だから機能的、なんかおしゃれだけじゃなくてやっぱり機能的、自分の生活にちゃんと、はい、ね、なじ使いやすいっていうのもすごく大事。そうですね、うん、物がしまえるとか置けるとか、あ、そうです、はい、大事だと思います。
で、ランプに関しては調光式って言って、ちょっと実際に実演してみますが、はい、明るさを少し変えることができるので、ごめんなさい、お尻向けて。今これ明るいマックスなんですけど、はい、ちょっとこう暗く、はい、できるので、寝る前にだんだん徐々に暗くして最後真っ暗みたいに変えられます。はい、簡単にあのスイッチになっているので、はい、楽そう、楽です。こんな感じです。これを両サイドに置くことによって、まあ、中央から見たときに左右対称シンメトリーになって、すごい気持ちよく、ベッドルームはなんかシンメトリーがやっぱりいいですよね。絶対、はい、その方が安らげると思います。あとはこのベッドの正面に、はい、ちょうど後ろにあるこちら、うん、これもコンソールテーブルも一緒に、はい、同じ仲間なので、はい、ご提案しようと思ってて、はい、はい、ありがとうございます。志保さんにご提案したいなっていうものをこちらに一応並べてみたんですが、はい、素敵、ね、組み合わせいいですね。いいです。でもこれ、はい、もう違うんですよね。ちょっと違います。はい、結構近いキャメルって言われるものですが、はい、微妙に違ったり、はい、本当ですね、はい、悩むよね。そうなんです。でこれ2つだけじゃなくてもっとたくさんキャメルだけでもあるので、はい、選んでいただきたいんですが、ちょっと第一印象でこんなバランスでどうかなっていうとこ。素敵です。でも他にもあるなら見てみたい。そうですね、はい、はい、わすごい、はい、こちらです。あ、結構すごいいっぱいありますね。はい、あります。こちらはラグサンプルっていうのマットですね。はい、はい、のサンプルです。すごい、これが分かりやすい。まずレザーもこんなにいっぱいあるんですね。そうなんですよ、はい、色だけじゃなくてそのクオリティも4段階。本当だ。あとグリーンも。そうですね、あのクッションでご覧いただいたのとちょっと若干光沢が違って、はい、クッションの方が綺麗に出てましたね。わあすごい、はい、でもこれ一気に見れるといいですね、やっぱりね、この辺が好きとかちゃんとはっきりしてくると思うので、うん、あとやっぱりパッて目に留まるやつが、はい、やっぱいいなってなりますもんね。しおさん、こちらがアウトドアのコーナーです。素敵、気持ちいいですね。すごいシックで、素敵、緑がいっぱい でグレーでシックなこの、はい、ご自宅の雰囲気にかなり近いと思うんですけど、はい、早速これ座ってみてもいいですか。はい、座っていただきたいのがこの3ベッドです。はい、ああいい、ああいい、これで気持ちよく背中、これベランダだ、これやりたい。そうなんです、角度も変えれるので、はい、あのもう完全にフラットにもできますし、はい、ちょっと起こすことも可能です。あ、ちょっとまずは起こしてみましょう。はい、はい、おお、完全に椅子もできるし、そうですね、椅子っていう状態にもなります。はお一人でこれご自分でできると思いますが、はい、これでフルフラット、完全に、あーすごい素敵、めちゃ嬉しい。この素材が結構しっかりしてると思うんですけど、はい、爪でガリガリしていただいてもワンちゃんが引っかいても全然大丈夫なアウトドア用のファブリック。これ雨が降っても大丈夫、大丈夫なんです、はい、なるほど。ちょっと風巾で、まあ、拭く感じで大丈夫です。あとこれもすごい素敵ですね。そう、素敵なんですよ。これはもうぜひテーブルの上にこの小さい方を2つご用意する予定なんですけれど、はい、キャンドル夕方とかになったら焚いていただけるとリビングからそれを見ると多分すごい素敵だと思います。綺麗ですよね、大小2つで。素敵、ベランダ時間が充実、ね、そうですね、これからアウトドアシーズンなんで、いい季節ですね、はい、ちょうどです。次にベッドルームの方に置くこのカフェセット、はい、あちらにあるんですがご紹介します、はい、わー、はい、あ、もうこれでコンプリートこのセットです。はい、どうぞおかけになってみてください、うん、はい、結構低いんですけど、それを使いたいです。しっかりいいですか、してます。あ、よかったです。あ、すごい、い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 い、これでちょっとご夫婦で、本当ですよ、はい、これ座るのって朝とかお二人で、はい、いい時間過ごしてください。本当だね、結構軽いので、先ほどの3ベッドなどに比べると、はい、なのであの台風とかちょっと強風でちょっと心配だなっていう時はスタッキングして室内に置かれる方がいいと思います、はい、私でも今思った、これ瞑想したい、朝起きてすぐあぐらかけますよね、かける、うん、めちゃくちゃバッチリと思ったのサイズぴったり、これ朝日を浴びながらとてもいいと思います。結局一人で瞑想に椅子になりそう。でもすごいぴったりと思った。いいですね、うん、めちゃくちゃいいです。座りやすい、このラウンドが良かったです。嬉しい、あんまりベランダね使ってないって使ってなかったんですよ、はい、なのでグリーンもたくさん置いて、これも置きたい、うん、この花瓶もすっごい素敵です。可愛いですよね、はい、こういうのも、はい、全部売り物です、はい、めちゃくちゃ
楽しみ、イメージがすごい湧きます、ベランダの使い方の、うん、よかったです、本当グリーンたくさんでジャングルにしてください、したいです、はい、嬉しい、ではこれで内容決定ということでありがとうございます。もう本当にこんなに安心感と、なんだろう、悩みがない買い物ってすごく珍しい。私お洋服は試着できてもう迷わず買えるんですけど、家具屋って今まで行っても行って終わり、なんか考えて終わりで、手も出せないしイメージも湧かないし、どうしたらいいか分かんなくって、なかなか買い物が楽しくやれたことがなかったんですね。だけど今回本当にお願いして提案をいただく、でイメージも湧く、でさらに自分の考えだけじゃなくてコーディネート、空間コーディネートをしていただいたことで、すごくイメージが湧いて、もう安心感とワクワクしかなかったんですよね。こうやって、で家具って毎回買えるものじゃない、やっぱり一生長く付き合っていくものだから失敗したくないっていうのがある中で、この買い物のやり方っていうか、この空間作りの提案は本当にもうワクワクしかなくって、でこのあと届く楽しみもすごくあるので、なんかすごいラグジュアリーで安心感の中の楽しさがある時間でした。そうなんですよ、今回実は20年前に、私が20代の時に自分のお部屋をコーディネートするのに、ボーコンセプトさんの棚とミラーと買っていて、でしかもその時に対応してくださったのが今回の太田さんだったんですよ。で20年ぶりの再会で、私本当にびっくりして、でも本当に20年前に自分が気に入って使ってた家具で、また今40代になってお家を新しくして新しい家具を揃えるのに、また同じ某コンセプトで同じ担当の方でご提案いただけたって、このご縁をすごくなんか嬉しかったですね。はい、実はうち犬がいて、犬と一緒に生活してるんですけど、ベッドルームで犬は床で寝てる、だけど今回デイベッドを入れたことで同じ並びだけど別の空間で犬が一緒に寝れるのが、本当に犬にとってすごく一緒になんか空間を楽しめるのを楽しみにしていて、でベランダも実は全然使えてなくて出ることがなかったんですけれども、犬も実は床で日向ぼっこをしてたので、で今回選んだソファーが犬もすぐ乗れて一緒に楽しめる空間になるので、もうその空間を一緒に楽しめるっていうのをすごく楽しみにしています。